キャットレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、アダルト・オブ・サイエンス・マガジン21電磁石エンジンの、実験を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。電磁石エンジンと聞くとなんかすごそうに思えるのですが、一言で言うと手作りモーターです。日本ではモーターというと電気で動くこのモーターを、思い浮かびますが、海外では、モーターイコールエンジンイコール、動力発生装置、動力源というふうな具合にイコールで、受け止められています。ですからバイクのことをモーターバイクと言ったりとか、新しい車の発表会のことを例えばモーターショーと言います。このモーターの発表会ではないですよね。ですからたまに動画サイトを見ますとスターリングエンジンと言わずスターリングモーターと言ったりする場合もあります。海外では、モーターとエンジンは、同じ意味で捉えられています。では早速起動実験を行いたいと思います。これがコイル、こちらの方がフェライトマグネットで1、2、3、4、5、6、こちらがリードスイッチとなっています。ここにプーリがありベルトで走ることになっています。これが LED ライトです。下に、電池がついています。風鈴が外れやすいので、このようになっていってしまいます。逆転にすると逆に回転します。あとわずかながら動きますので前輪が。以上です。